どうしていいか分からず、いく当てもなかった。長州で田村清志めっそうもないみたいな感じだったっていう話を聞いたんだけど、それはどうなの？レジェンドなので、どうしていいかちょっとよく分からなかったっていう。今おいくつになるんですか？今21。この間、田村英二っていうと、ペガスさんはちょっと聞いちゃったみたいですね。とか言って、今の子ってそうなのかなみたいな。どう目指してるの？一流になりたい。本当に？本当はもともとはつくまになりたかったんでは。飛び技を多く使うようなレスラーになりたい。憧れたのは西高の選手。はい、あ、すいません。では挨拶させてください。リレーエンターテインメントの鈴木と申します。ありがとうございます。よろしくお願いします。お越しいただいてありがとうございます。今話ってどんな感じで聞いてますか？林さんから、はい、なんか大まかな感じで。大まかな感じで。はい、させていただきました。うん。で、どんな大まかな感じ？まあそんな中、林執行役員から、ペガスさんの方いかがですかっていう話いただきまして、で、今日お越しいただいたっていう形なんですね。大会をやっていきたいっていうのは当然あるんだけれども、今日も撮影させてもらってるように、YouTube の方を動かしている。今、後楽園ホールさんの方もすぐ使える状況ではないし、もしかしたらもう来年、2021年まで使えなくなるかもしれない。まあやれたとしてももうお客さんを入れられないとか、そんなにね、っていう、条件付きになってしまうだろうから、加味したとき、まずこの YouTube の方で、プロレスラーっていうのをもう一回再構築というか、そういうのをしていってもらいながら、いざその大会で登場していくみたいな、形を取ってもらいたいなっていうふうには、思っているんですね。そもそも、このお話ある前ってどういうふうにしていこうっていうのって、アイデアってあったんですか？いや、もう、何もない状態で、それはプロレスラーは続けたいんだけどっていうのがある上で、プロレスラーはやりたいと思ってたんですけど、どうしていいか分からず、行く当てもなかったっていうのが現状。どうしていいか分からず、行く当てもなかった。なるほど。まあこの話あった時に、一番最初来たのが、長州力、田村清志、めっそうもないみたいな感じだったっていう話を聞いたんだけど、それはどうなの？怖いとかっていうことではなくて、怖いというか、こうやっぱ、もう、レジェンド、なので、こう、自分がどういう立ち位置で、こう、いたらいいというのか、どうしていいかちょっとよくわからなかったっていう、はい。立ち位置って、ペガスさんはどういうプロレスラーになりたいんですか？その理想的なものっていうのは、ここにたどり着きたいっていうのってあるんですか？でもやっぱ飛び技を多く使うようなレスラーになりたいっていう。飛び技を多く使うようなレスラーになりたいっていう。いいじゃん、だから飛び技ができて、田村エグゼクティブ直伝の決め技があったりとか、サブミッションとかそういうのがあって、そしたら面白いじゃん、選手として。新しいね、スタイルが目出せるかもしれないから。いやもうそこ飛びつくとこだと思うよ。むしろやらせてくださいっていうところで。まあただ、僕思うのは、やっぱりプロレスラーになることがゴールの人っているから、プロレスラーになってから、どういうプロレスラーになって維持していくとかっていうところまで考えられてる人よりも、プロレスラーでゴールになってる人も多いなっていうふうに、全国で何十何台ってあるじゃないですか。だから、もう何百人ってプロレスラーもいるわけですよ。だから、その中で、まあ、簡単に言うと、その、メジャーとインディーとか、一流なのかそうじゃないのかとか、いうとこだと、どこを目指してるの？一流になりたい。本当に？そしたら、一流って一番すべきことって何だかわかります？これは僕、そう。僕の考えだよ。僕の考えだけど、超人にならないと、一流とは言えないと思うよ。だからプロレスラーって、過去、まあ、リードーザン先生から、まあ、猪木さんの方と、まあ、その間もあったけど、猪木さんの方と馬場さんの方があって、で、やっぱりみんな、超人で、そのスタイルはいろいろあれども、まあ社会的模範生であって、で、最後にこう突っ張るというか、ファンの皆様にこう、母性を求めるっていうのではなくて、やっぱり憧れの的であるということがすごく重要なんだよね。だからその超人っていうのもその、まあ、さっき「キン肉マンが好き」って伊藤さん言ってましたけど、まあ、まさにそこでその人より超越したものが何か、そこをこう見せ続けるっていうことがすごく大事なんだよね。だから伊藤さんで言うとベンチプレス、例えば何キロ上げれるのって言った時に、これが他のプロレスラーだと同じだと、あと一般の人と同じだとやっぱり見たいものにはならないわけよ。追いかけたい人っていうにはならないわけだ。だからそこをなんか特別な一つ、3回ぐらいで戦ってるところを拝見したことあるんですけど、あのスタイルだともうはやぶささんをこう超越しないと多分すごい人気ってとこまではいかないのかなっていうふうに思うんだよね。であればはやぶささんをどうやって超えていくのかっていうことが、一つの目標目的であって、でそこをもう目指さないとやっぱり超一流ってところまでにはいかないよね。だからずっと似てるよねって話は、似てるとかって言われたことがある。あります。あるよね。で、似てるけど、似てるまでになっちゃうよね。うん。だから自分のそのスタイルというのが、実はその、誰かが真似してるみたいに言われるところまで、こうどう持っていくかっていうところ、ここが重要かもしれないですよね。うん、超人になるの。だから迷ってちゃダメなのね。道を示していく人だから、一流のプロレスラーっていうのは、だから、僕の希望はね、僕の希望はそうなんで、そこを目指していってほしいな。今おいくつになるんですか？今21です。人間界で言うと21なんで。うん。ペガソさんっていうのは、どこのご出身なんですか？あるんですか、そういう。いや、特には、一応、林さんがメキシコから連れてきたっていう、なるほど、はい、形で。なるほど。それを、だから自分の世界を作った方がいいよね。うん。人ってやっぱりこう、リーダーシップ取る人とそうじゃない人だった。まあ、要は、受け身の人と、あと、能動的って言って自分から動く人と、これ自分どっち？受け身。そうですか。はい。それでこれどっちになりたいんですか？自分から動けるようなになりたいですよね。なりますか？なります。そしたらもう迷わずどんどん飛び込んでいった方がね、いやそれはうちにとかじゃなくて難しい選択をしていった方がいいよ。厳しいと思う選択をしていった方がいい。自分にとって。ぐっと飛び込んでいった方が、だってこれだけのレジェンドがいるわけだから。だから、この間、田村エグゼクティブとペガソさんは、ちょっと引いちゃったみたいですね。って言ってた。とかですね。これはもう、ペガソ選手の、絶好の機会じゃないですか。こんなメンバーに、ご一緒できるなんて、そう、ないのに、今の子ってそうなのかなみたいな。二人でこうやって、今の子ってそうなのかな。マスクマンであり続けるってのはどうなんですか？自分は何かこう考えられたんですか？本当はもともとはマスクマンになりたかったわけでは、本当はもともとはマスクマンになりたかったわけでは。なるほど。なるほど。会社からの、帰ってくるときに、マスクをつけて帰ってくるように。帰ってくるように。はい、メキシコから帰ってくるときにマスクをつけて帰ってくるって言われたので、マスクマンになったっていうのが正直で、会社からの、メキシコから帰ってくるときにマスクをつけて帰ってくるって言われたので、マスクマンになった。本来は素顔でやりたい。本来は素顔でやりたいっていうのがあります。ありますと。で、素顔でやって、それで飛んだり跳ねたりできる選手。になりたい。なりたい。飛んだり跳ねたりできる選手で、ずっと飛んだり跳ねたりしてやり続けてる人っている？いや、いない。40歳になっても50歳になってもって。いや、いないですね。ずっとプロレスラーでいようとは思ってるんですか？はい。40歳、50歳はどうしようとかってのってあるんですか？いや、そこまではまだ考えてない。じゃあ、だから今はとにかくもう飛んで跳ねて、魅了してっていう、ファンの人にこう届けたいっていう、そういう感じなんだね。学生の時って運動ってされてたんですか？いや、運動は特に部活もやってなかったです。それであんなに飛べるの？いやでもそんなにはいもっと飛べるように。目標としてるプロレスラーの方っていらっしゃるんですか？憧れたのはやっぱ井伏晃太選手。憧れたのは井伏晃太選手。ああいいじゃんいいじゃん。憧れてプロレスラーになりたいと思いました。なるほど。もう井伏さんなんかやっぱりもうすごいですよ。自分で全部決めてやっぱりいろいろよく考えられてるよあの人はね。それで自分を追い込むのもこれ得意っていうのと違うんだろうな。追い込むことができるし、やっぱ素晴らしいよね。もう体が立証してるもんね。なんかやっぱりこう狂ったとかなんかっていろいろ言ってるけど、ものすごい説得力をちゃんと自分にこうつけられてる方なので、あそこまで追い込むっていうのがまあ彼の超人だよね。そういう意味ではね超人になるよね。大事です、だからものすごく練習する話と思った。僕も見たことないけど、まああの体からしたらもう絶対もう圧倒的に練習してるだろう。あと何か今のところ疑問質問とかございます？異論反論とか。いや特にした方がいいですか？大丈夫大丈夫です。大丈夫。いずれにしてもコロナの解決っていうのはその特効薬とワクチンかができないと厳しいと思うんだよね。まあ言ってたグレートっていうのが実は大会名だったんだけど、まあその大会をやるよという時にしっかりとこうまあ皆さんがこう、おーって言えるようなものを構築していきたいなっていうふうには思ってるのね。映像でずっと追っかけていくような形だから、まあ自分でも、例えばこう、家で、なんかプロレスについて考えてる時とかっていうのを、まあ逆に映像として残してもらったりとか、ちゃんこ作ってる、まあなんか体に、のためになることをやってるとか、それは見ている方々のためにもなることであれば、なおさら、あと同じ悩みをこう共有するとかいうのがあればそれも全部映像を残してってもらって、でドキュメンタリーっていうのを作っていきながらいざ大会へっていう形をやっていけたらいいなと思ってんだけどもね。で、まあ、いずれにしてももし入団していただければ第1号という形になるわけだから、だからちょっとみんな背負ってほしいんですよね。背負っていただきたい会社の未来を背負っていただきたいやっぱりそれまでのお金はみんなでこう稼いだお金を投資していくことが多いと思うんだ。この事業に関してはね、それをやっぱり最終的にみんなに返せるようにやっていきたいな、一緒にやっていってほしいなっていうふうには思ってるんだけど、どう？ぜひやらせていただきたい本当なんかやっぱりこう飛んだり跳ねたりする人が軽く聞こえるんだけど、だけど伊藤さんなんかはもうどっしりそれであればみたいな感じでやってくれたんだけど、すごい大丈夫そうです。あ、ぜひ大丈夫です。すいません。いやいや、じゃあ、条件とかまとめまして、で、一度ご覧いただくような形を取らせていただきたいと思ってますので、お待ちいただけたらというふうに思います。やるとなったらいつからできるのかね？あ、僕はもう、いつでも。あ、そう。はい。アルバイトは？今、LINEもやってます。あ、そうなんですね。わかりました。少々お待ちいただいてよろしいでしょうか。すいません、ありがとうございます。はい。もう大丈夫ですか？あ、大丈夫です。もう終わらせようとしてますよ。いやそんなことないです。あ、大丈夫ですか？はい、わかりました。じゃあ、すいません、わざわざこんな時にご来場いただきましてありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。